森山中の大島美雪が24日 NHK「朝一に生出演朝ドラ「虎に翼」の米にちょっと寄せてきましたと言いスタジオを笑わせたこの日は「虎に翼で」でトラの弟直明を演じた深山涼樹と大島がゲスト深山は丸刈りがトレードマークだった直明の時より髪の毛が伸び毛先を金髪に 耳にはピアスのようなものも光っており、B、ファースト仕様に戻っていたことから、大吉は今日で終わって、あと3回。ああ、終わっちゃうんだなって思いながらスタジオに来たら、ああ、終わるんだなって思いましたと、三山の変化に、虎に翼、の終了を実感。すると突然花丸が、ヨネさんもだいぶと、もう一人のゲスト大島に声かけ。すぐに大吉が、 大島みゆきさんですというも、大島はちょっと寄せてきたんです。米さんに寄せました、ーすましポーズだ。この日の大島は白い衣装に、センター分けのショートヘアが確かに、虎に翼、のよね、土石織、っぽい雰囲気が。宮間も、ちょっとに、いやいやと爆笑していた。